ジャニック・マーニは、フランス人の言語学者である。日本でフランス語教育に尽力。教律女子大学名誉教授。フランスドラン出身。1975年、ディシジョン大学文学部ロシア語学科卒業。1976年、ボルドー大学大学院スラブ研究科修士号取得。同年から、翌年の1977年まで。 ロシアのプーシキン記念ロシア語大学に留学。1978年、ボルドー大学政治学研究所ブラックアメリカ研究センターで DEA を取得。1979年に来日。1983年より、協立女子大学で教弁を取り始める。1996年、ブサンソン大学言語学研究所でフル修士号を取得。2003年、 2004年の NHK 教育テレビ、フランス語会話に出演。2007年のスキットにも登場。7つの声を持つ演技派でもあり番組のスキットで披露していた。2004年のロシア語会話にゲスト出演して、講師のエレーナ・ラソヒナとロシア語で会話した。2011年の東日本大震災の後に、フランスの環境保護派生党ヨーロッパエコロジー、緑の党に所属した。 同年、7年ぶりに NHK 語学講座に出演。2012年、フランスの国民議会議員の総選挙に際して、日本を含む中国外フランス人の第11選挙区で同等の立候補者として挑戦したが、第1回投票での有効票総数に対する得票が7.05%にとどまり、12.5%以上が必要な決選投票に残ることはできなかった。 2015年、フランス共和国国家功労勲章シュバリエを受賞。2017年、長年教授を務めていた、共立女子大学を退職。ありがとうございます。